ほくろが多くて耳の近くに穴が開いてるんですよね。両耳なんですよね、この辺。見えるかな、ちゃんと見えるかな。はい、皆さんこんにちは、ブラッツの熊倉功でございます。今回はですね、ジャッキー映画をみんなでやってみようみたいな、再現してみようっていうお話があるんですけども、すげえ揺れてるな。そのジャッキー企画をですね、ちょっと私一人でちょっとやってみようかなということで、ちょっと一人企画考えました。まあ、名付けてジャッキー映画を一人で再現してみよう。はい、これちょっとやってみようかなと思います。でですね、今回ジャッキー映画の何をやろうかな。まず第1弾、水拳2のラストアクションをやりたいと思います。水拳2に出てくるラスボスをジャッキーなしで、ラスボスのみを一人でちょっと再現 してみようと思ってます。同じようにやってみる、これなかなか面白いんじゃないですかね。もう一つはあれですね、例えばプロジェクト A とかスパルタン X あるじゃないですか、ああいうあそこその映画の中に出てくる立ち回りアクション。水拳2ご存知の方いらっしゃいますかね。あのツタヤとかレンタルビデオ、まあもしくはネットでもあのレンタルもしくは購入できますので、ぜひよろしければラスボスのラストアクションのシーンぜひ見てください。簡単に説明しますね。水拳2のラスボスは、中国人でありながら、かなり執念になってると思いますので、どうなんだろうな。まぁ、ちょっとお試しという形で、ちょっとやらせていただいてます。まぁ、衣装も、ちょっとスーツを着てるんですね、そのラスボスのジョンは。色がですね、ちょっとグレーな感じなんですけど、家にそのグレーのスーツがないので、ちょっと私自前の黒スーツと、あとメガネをつけて、ちょっとやってみます。はい。もしよろしければ、喜んでいただけるかな。かなりシュールになっております。ぜひ、ご覧ください。一生痴，流汗血，尽赤心，追寻大意义。生命作赌注，留下了英雄故事。忧患见骨气，昂步顾盼似醒狮，冲前去，全部得失只有全心知。拜见させてもらおう。はい、というわけで一人でジャッキーチェン映画をやってみよう企画、一応やってみました。水拳2のラスボス役でした。いやー、40手前にして結構ヘドヘドになりました。なかなか大変ですね。はい、もっと2回目以降もじゃんチャレンジしていきたいと思ってますので、ぜひぜひ皆さん見てください。そしてブラッツチャンネル登録お願いします。頑張ります。ではでは。水拳を拝見させてもらおうか。
どこどこって言えばいいじゃん。よう